WBC 辞退すんの？楽しみだったのにな。その方がいいよ。WBC なんて出るもんじゃない。なんでそのスタンス珍しいな。入った方が豪華になるでしょ。来年から侍ジャパン入るしな。巨人という。まだ信じてたのかよ。辞退したのも今年のシーズンに専念するためだろ。いや、今季は巨人移籍のための体作りだろ。巨人のユニフォームの方が日本代表感あるからな。そんなことねえよ。ていうか、ライトは丸がいるからいいでしょ。柳田センターやらせるつもりか。ポジション迷うな。そうだ、柳田取れたらセリーグ DH 制ありにしよう。そんなんでルール変えんな。藤浪にジャイアンツが興味。マジか。ニュース飛び交ってるね。どうなるんだろうね。やりやがったな。メジャー行くふりして禁断の移籍するつもりか。いや、そのジャイアンツじゃねえよ。マッチが外野転向らしいから来季はこんな布陣から。え、どんな？レフト松田、センターを超えてライト長野。優勝する気ねえだろ。デーブコーチ就任か。まさかだな。原監督、阿部コーチにデーブって豪華だね。これ以上打てるようにしてどうすんだよ。来季は40本クインテッドだな。めちゃくちゃ評価してんな。巨人大型補強すると思ったんだけどな。全然選手取らないな。森も取れなかったし、取っても戦力外とトレードと現役ドラフトの選手だもんな。来季やばいな。松田長のお声だもんね。助っ人野手に頼りたいね。補強のように比例して順位上がるのが巨人なのにな。2年連続 B クラスもあるよな。若手で岡本みたいな選手出てこないかな。まあ、今年はベテランから若手に少しずつシフトしていく時期なんかもん。にしてもベテラン取りすぎたけどね。これは新監督の吉野も大変だな。いや、監督変わってねえよ。巨人今年何人取ったんだよ。取りすぎだろ。え、まあ長野、松田、オコエ取ったよね。強くなるな。こんな大型補強したら優勝しなきゃやばいな。今度オスナ獲得みたいに言うな。来季の巨人打線ってどうなの？坂本、中地、長野、中田、松田とか。マジかよ、そのまま侍ジャパンじゃん。いや、10年前すぎんだ。巨人は若手が何人くらい出てくるかだね。そこだよね。読売ランドジャイアンツ強いって言われるぐらいまでやってほしいね。筑後ホークスみたいなこと。梶谷 FA できたのに育成はきついな。平内は50試合投げたのに育成だしな。めちゃくちゃ戦力なのにな。いや、もう誰が育成になるかわからんな。育成の方がいい打線組めるようになるかもな。人的保障対策なら10月に育成落ちして12月に支配下選手登録ってのもありえるね。もう育成選手坂本勇人が出来上がる日も近いかもな。すでに一人いるよね。わ、ウォーカーミスったか。あ、今のレビーラか。ユニフォームの色も見ろ。髪型変えようかな。え、どんな？ドレッドにしてからヘアバンド。いや、グッズで満足しとけ。巨人すごいな。どの辺が？20本クインテッドで B クラスってすごいな。監督のせいって言いたそうだな。マッチ巨人か。心配して損したな。いや、損ってことはないでしょ。決まってよかったじゃん。巨人ってのがな、中日とかかと思ったのにな。条件で撤退してたな。戦力外の選手を条件で撤退って聞いたことねえけど。それにしても巨人 WBC のメンバー多すぎるな。中地、坂本、中田、長野。いや、まだまだいそうだな。2013年のメンバー多いな。それなら来季は4番キャッチャー阿部になるか。ああ、森取れなかったしありだね。セリーグ3位争い熾烈だな。どこが来るかな。巨人3位入らないかな。またホークスでやってほしいな。なんでまたあれ見たいんだよ。4試合で終わらせたいの。いや、ホークス監督変わったし、今回はわかんない。いや、節電シリーズはもういいって。試合数だけじゃなくて試合時間も短いんだから。巨人打線新戦力何人もいるし、苦手意識なくなってるでしょ。いや、全試合完全試合チャレンジなんて見たくないよ。佐々木朗希だけで十分なんだから。最後の最後にワンサイドゲーム4試合も見せられたらたまったもんじゃない。ああ、言い過ぎてるな。え、ギータ巨人に電撃移籍。そうか、不満溜まってたのか。ないって。あの記事信じてんの。柳田、丸、長野の外野陣ってどこの球団かわかんないな。巨人なんでもありかよ。ギータは行かないけどね。その夫人なんならカープって言われた方が信じるな。ギータもギータだよ。広島出身なら移籍すんならカープだろ。ざけんなよ。それもおかしいけどね。この時期に来年の移籍話出んのおかしいでしょ。飛ばし記事だと思わないと。じゃあ山川の件はどう説明すんだよ。あの話はもっと前から出てただろ。うわ、なんも言えなくなったわ。急に劣勢に立たされたの。この回から坂本下がったのか。この試合もつれるぞ。うわ、サトテルツーラン。まだ5点差あるけどもうわかんねえな。うわ、ショートタイムリーエラー。ほら、坂本下げるから。え、大山グランドスラム。坂本いたら打たれてねえだろ。うわ、危ねえ。阪神守護神いなくて助かった。今日の MVP は小林にしよう。え、9回に守備固めしか出てないよね。その守備固めがなかったら勝ってないからな。完封した戸郷とか2打席連発で打ったウォーカーより上。いや、比べ物になんないでしょ。最後3つのアウトがめちゃくちゃ重要なんだから。あ、こういう人が入れてるからいつも2位にランクインするのか。ほ
ラン子とメルセデス取りやがって。取ってもそんな球団だったのかよ。取りやがってってよく言えたな。巨人が切ったのを拾ったんだろ。拾っただ。よく言うよ。よその助っ人強奪すんのはホークスだけで十分だろ。ロッテのは強奪って言わないから、オスナとデスパイネ取ったホークスと一緒にすんな。一緒だろ。いつからロッテは金満球団になったんだ。いや、自由契約になってから取るのと残留交渉してるのに取っていくのとでは大きな違いがあるって。違わないよ。同じ強奪だよ。いや、巨人だって長野と松田強奪しやがってって言われたら嫌でしょ。いや、あれは強奪だよ。あ、そういう認識なんだ。お、翔さんまた打った。一本欲しいとこでめっちゃ打つね。これなら来年 WBC もありえるよね。いや、それはさすがにないんじゃない？え、監督誰か知ってんの？あ、やっぱりありえるね。3番大谷、4番中田、5番近藤だね。今頃、陽大館の視察行ってるかな。